こんにちは、ねる、そらです。今回ですね、バリヤードについてちょっと話していこうかなと。で、なんかミッションで、サポートのね、なんかポケモンを使えるみたいなのがあったんで、まあその、期間限定というか、まあ入れ替わりで使えるようになるポケモンから、バリヤードをね、ちょっと選んでみたんですよ。で、まあ、サポート型なんでね、そんな強くないかなと思ったんですが、こいつがね、結構やりおる。あのね、この壁かな?バリア。これはね、結構良くて、相手を邪魔するのも使えるし、まあ、味方を助けるのも使えるし、っていう感じで、まあ、これの使い方、バリアの使い方がかなりポイントになりそう。で、プラスね、個人的にはまあ、一応サイコキネシスと念力2つある中で念力を選んでるんですけど、これが結構強くて、バリアを張って念力で敵を飛ばして、バリアに当てると、その、少しの間動けなくなるんですよね、相手が。これがね、強い。結構ダメージも出るしね。で、あと、一応サイコキネシス、でもまあ弱くはないと思うんだけど、やっぱね、なんか念力の方がね、こう、相手をね、吹き飛ばすんで、近づいてくる敵をこう、あっち行けってできるし、守りにも使えるし、攻めにも使えるし、みたいな感じで。結構ね、強かったっすね。ユナイト技もまあ、別にまあ、普通に、悪くないんで。結構ね、やりよる。で、クイックマッチでね、戦ったんだけど、サポート型なのに、なんかこう、敵を結構倒せるし、MVP も取れちゃうみたいな感じで、なんかね、予想してた5倍強かったかな。なんで、結構サポート型使いたいなっていうなら、結構バリアード、攻められるサポート型って感じで、ただもうバリアの使い方がね、やっぱりこの、すごく重要で、そのバリアの位置次第でね、かなりこう、強さに差が出るというか。まあそこは結構やり込まないとダメかなって気はしたな。まあそれでも、って感じかな。この後ね、ちょっと動画も流しますけど、多分、こう、サポート型だと思って、アタック型じゃないからやれるだろうと思って攻めてくる敵をねバンバン倒すとねいい感じで倒したり、まあ敵を撃退してくれるんで、まあおすすめです。はい、という感じでとりあえず動画の方よろしければご覧ください。どうぞ。
ラストスパート！
その調子。
3, 2, 1, ゲームセット。